ら顔や手足、お荷物を出さないようにお願いいたします。また小さなお子様からは常に目を離さないようにお願いいたします。ご飲食もご遠慮お願いいたします。それでは間もなくの出発です。それでは出発、行ってきます。はい、行ってきます。前の方とか出発したら私たちも出発しましょうね。本日ジャングルクルーズ初めて乗るよって方いらっしゃいますか？ジャングルクルーズ初めてだよ。何人かいらっしゃいますね。奇遇ですね、船長もです。でですね、今日ジャングルに来るのに日本から来たよって方いらっしゃいますか？日本から来たよって方、あらららら、遠路はるばるありがとうございます。ジャングルへようこそ。はい、出発しましょう。改めますね、皆さんこんにちは。ありがとうございます。私はこのクワング号の船長させれず、冒険に出発する準備はできていますか？はい、ありがとうございます。ジャングルは危険がいっぱい、何が起こるか分かりません。そんなジャングル探検の強い味方がこれ、何かあった時はこのお守りが私たちを助けてくれることでしょう、多分ね。でさっき初めて聞いたんで、ジャングルクルーズ10回くらい乗ってるよって方いらっしゃいますか？10回、うん、あ、すごいですね。いかがですか船長は、本日船長いかがです？私いいですか？あ、わかりました。いいですか、あの半分くらいは生き残ってくれますので。はい、じゃあそれじゃあ出発しましょう。まずやってきたのは雨の森です。あちらに見えるのはモルフォチョウ、世界最大級のチョウだと言われています。とっても大きいでしょう。あの鳥、実はワニに空の飛び方を教えてるんですよ。では空を飛んでみたい方、はーい、はい、そんな方々ここで降りていただいて、ワニと一緒に授業を受けなきゃオプションツアーもございますので、よろしければいかがですか？あれはアフリカゾウ。ゾウといえば長い鼻と大きな耳、彼らは視力があまり良くない代わりに耳はとってもいいんだそうです。それでは左のゾウさんにパオーン対策しましょう。せーの、パオーン。ちゃんと答えてくれました。大変、あの森はピストル持ってる。皆さんもっと驚いて、さあ一緒に。おっと危ない、あらら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 、おっとおっと、あー、ほーらー、びっくりした。突然ですが本日あちらのバナナを買い求めいただくと、生きたワニがついてきます。ちょっとスリリングなお休み最適です。あ、お兄ちゃん触っててね、ワニに食べられちゃうよ。見てください、この雄大なアフリカ大草原、いろんな動物がいますね。おやおや、あちらでは疲れたシュママさんがライオンたちにマッサージしてもらっています。ジャングルは暖かいところですね。おや、探検隊の皆さん、何か見つかったなら手を振ってください。それどころじゃなさそうですね。あ、でもお尻振ってますね。あれはジャングル語で知りませんという意味です。皆さんも明日使ってみてください。多分通じないと思います。突然ですがジャングルにらめっこ大会のお時間です。対戦相手はあちら、ワニの兄弟スマイリーブラザーズ。それではにらめっこスタート。はい、ワニさんの負け。スマイル兄弟というだけあって今日も連敗記録を更新中です。私実は爬虫類が大の苦手、特にヘビがダメ。あの兄弟がヘビじゃなくて本当に僕が、うわー、ヘビー、先に突っ込め、皆さん左に避けてください。
無事難関を突破いたしました。皆さん、もっと自信たっぷりにびっくりしてくださいね。ここはボートが滝に突っ込みそうな一度激しく動揺という場面ですからね。よろしくお願いいたします。あら、カバの池へと迷い込んでしまいました。実はカバは縄張り意識が強くとても凶暴なんです。ここは襲われないように皆さん口を大きく開けてカバの真似をして大きなあくびしてください。はい。ああ、本当にあくびしてる人がいる。店長かなり傷つきました。カバにバレた。皆さん逃げましょう。太鼓の音聞こえますか。あれは先住民です。船長学校で習ったんですが、先住民の仲良くするには動物の真似をすることです。ポト、真ん中と左側の皆さん、ゾウさんの真似をしてください。右側の皆さん、ハリネズミでお願いいたします。怖かったー、槍が飛んでくる。右側の皆さん、あの槍全身で受け止めてください。真ん中と左側の皆さん、私の思いやりを心で受け止めてください。じゃあ皆さん、もっと笑っとくよ。これから滝の裏側に入ってきます。ということで恒例の滝の裏側なぞなぞ。滝の水が目に入った時にする動きは何でしょうか。正解はまばたきでした。なんだか不気味なところに来てしまいました。ここは一体どこなんでしょうか。この神殿、ジャングルの守り神を祀る伝説の神殿かもしれません。でもすごく怪しい雰囲気、なんだかちょっと怖いですよね。そうだ、私たちにはこのお守りがあったんだった。何かあった時はこのお守りが力を貸してくれるはず。勇気を出して進みましょう。戻ります。もう無理ですけど。これはゾウの鳴き声。もしかしてジャングルの守り神。みんなでバオーンと言って答えましょう。せーの、バオーン。あそこを見てください。私たちをジャングルの仲間に迎えてくれたようです。おお、見てください、こちらではインドゾウたちも関係してくれていますよ。それでは私たちもリズムに合わせて手拍子。わーっとリズムに乗って。あらら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 、すごい歓迎っぷり。ありがとう。あとこっちからも来た。皆さん避けて。また来た。飲み込んじゃったようです。あ、こんなこっち。鼻詰まりのようです。いや、楽しいパーティーでしたね。ジャングル大好きだよってこと。そんな皆さんにぴったりの仕事があります。ジャングルクルーズの船長、なんと給料もいいんですよ。1日バナナ10本。あそこにいるのはセールスマンのサム、ジャングル一の商売上手です。こんなものいらないよと思ってもサムを信じて買えば間違いなし。このお守りも彼から買ったんですよ。え、もっといいお守りがあるからそっちを買えて。ほら、商売上手でしょ。
さて、文明社会に戻ってきました。驚きがいっぱいのジャングルの旅、皆さんいかがでしたか？またジャングルクルーズの冒険に参加したいっていう方、はい、ありがとうございます。冒険したくなったらまたいつでも遊びに来てください。それとこれからもジャングルの仲間として自然と仲良くしていてください。船長佐世からのお願いでした。これからボートは狭い通路に入っていきます。安全のため下船の準備が整うまでは座ったままでお待ちください。またボートから顔や手足、お荷物を絶対に出さないようにお願いいたします。ではこちらで皆さん今日見てきた動物たちのプチ知識をお教えて したいと思います。ゾウの子供って自分の鼻を踏みつけるそうです。理由としては鼻が取りたくて仕方がないそうです。可愛くないですか？取りたいって言ってんの。それでは再度ご連絡いたします。ボートは狭い通路に入っていきます。安全のため下船の準備が整うまでは座ったままでお待ちください。またボートから顔や手足、お荷物を出さないようにお願いいたします。ボート一度止まりますが、一つ前の船着き場で皆さんの下船の準備をさせていただきます。もうしばしお待ちください。私が合図をしたら皆さん一斉にお立ち上がりください。行きますよ。はい、どうぞお立ち上がりください。